おはよう、ジャン君、ポンちゃん。今日は天気が良くなってきたので窓を開けてみたらここにみんな集合しました。仕事をする場所なんですが、まあ今はいいです。今は仕事しないでのんびりします。ご飯の後ここで働きたいのでお願いしますね。よろしくしお願いします、ポンちゃん。気持ちいいっすか。ちょっとこれもどけてあげよう。マウスも今いらない。ジャン君とポンちゃんのものだもんね、そこね。僕たちの、あ、いいの、移動するの。ジャン君、猫砂連れてきてて転がってます。落ちました、うん、あ、ポンちゃんの腕の上にシュシュが乗っています。喉のケアに邪魔ね、すいませんね。外では芝刈り機、雑草を刈るやつだね。ああ、いい、そうだね。の音がしています。お天気良くなったからね。そうだよな、この季節みんな雑草で戦ってるよね、きっとね。今まではきっと天気悪かったから、うん、ね。はい、ポンちゃん、お目目金色。ここから見ると太陽が見えるかな。ポンちゃん、かわいい。ポンちゃんの綺麗な金色のお目目取っといてね。あ、でもメラニンたまってる。あ、レンズがちょっと汚れてたかもしれない。オーブみたいなのがいっぱい映っちゃってる。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、こっちにはジャン君。8月に入りました。8月に入ってですね、7月のお誕生日ウィークも過ぎマンスか、7月15日と30日お誕生日が過ぎて8月に入って、あ、クロケンは、あ、しかも7月の末には仕事をね、今まで大きな仕事時間かかってたやつが、ほぼ終了です。あとはいくつかの要求に応えて納品したらおしまいです。で、8月になったわけですが、いきなり5日の日にクロケンさんはポリープの、検査に行ってきます。これちょっと気が重いです。まあ多分ね、去年はポリープなかったので、今年もなかったら、やっぱりこのちょっと田舎になったけどここが場所がいいんだってことになると思いますよ、うん。土地の良さに精神も、体の方も、いい感じ、空気がいいのと水が美味しいっていうことでね、うん、ということで、ポンちゃん、なに、8月はちょっと楽しいことしていこうか、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。ジャン君。うん、ジャン君、ジャン君。どうした、どうした、ポンちゃん。うん、うん。ピュ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 。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃん。けど。ポンちゃん。ポニャちゃん、かわいいね。うん、ポンちゃん、ジャン君、ジャン君、逃げられました。ジャン君、なんかかわいいらしいって噂を聞いたので取りに来ました。かわいいです。ポンちゃんがジャン君の背中にお手手を回しています。いい感じでした。どうもありがとう。